何でしょうか、これ。何かパワーが足りないのでしょうか。勇者様の言われる通りに触ってみますので、指示をいただけますか。さすが勇者様です。ありがとうございます。もう銅像から出ても大丈夫ですか。無事勇者様のご指示通りにできてよかったです。これでお部屋から出られるようになったのでしょうか。ゼーナ姫の時はいかがでしたか、勇者様。このような仕掛けもあるんですね。なんでしょう。あら、ベッドがありますね。お昼寝でもしたい気分です。以前勉強をしたことがあるので読めそうです。ふむふむ、なるほど。寝ても稼げる方法って題名ですね。興味深いです。しかしこれがあれば民も楽ができるかもしれません。ぜひ持ち帰りましょう。これですか？これはナイトテーブルでしょうか。これはナイトテーブルでしょうか。じーじー、鍵がかかってますね。寝てどこに使う鍵なんでしょうか。お父様、最近腰のご調子が優れないようで。寝ているだけで稼げるだなんて、どこ。鍵がかかってますね。先ほどの鍵で開きますかね。あら、ぴったりです。何があるか楽しみですね。
文字がかすれてて読めないです。あ、タイトルは読み取れそうです。肉体と精神と魂についてですか。そういえば部屋のどこかに本がありましたね。せっかくですし、お片付けしましょうか。寝ているだけで稼げるだなんて。お父様、本がきれいに整列しましたね。なんだか晴れやかな気持ちになります。なぜこの本だけ固定されているのでしょうか。鎖に隠れてタイトルが最後まで読めないですし。とっても気になりますね。勇者様、本の並び方が少し気になるのですが、並べ替えてもよろしいでしょうか。勇者様は分かってないですね。本好きにとって綺麗な並びになってないと不快なんです。これはここで、こっちはこうしてと。勇者様、本を並べ替えると微力ながら魔力の流れを感じます。そう言われると余計に触れたくなっちゃいました。よいしょっと。あれ、アルファベットのパネルが点灯するだけですね。言われるとしたくなるのが人の心理なのです。